写真拡大。DeNA からドラフト1位指名を受けた森高志と内野手、桐蔭学園高が6日、横須賀市の球団施設、青星寮に入寮した。ルーキーの持参品は毎回注目の的となるが、森が持参したのは偉大な高校 OB から野球部員に差し入れられた一品だ。昨年の選抜に出た時に高橋由伸さんからいただきました。偉大な先輩からいただいたものなので毎日着たい。大事そうに取り出したのは桐蔭学園高の OB で元巨人の高橋由伸氏が高校に差し入れたパーカー。今も毎日着るという自慢のアイテムで、いい素材なので着心地がいい。気持ちが入ると寮での部屋着にするつもりだ。偉大な先輩のことはテレビで見てきたといい、長きにわたり活躍されていた。目指したいと憧れを抱く。森も入団会見時に10年、20年と長く結果を出し続けられ、長くファンの方に愛される選手を目標と掲げていたが、まさに高橋氏の姿が重なる。目標に向け、年末年始もランニングやティーバッティングで体を動かしてきた。自主トレはまず土台から。先輩たちの動きから技術を目で盗むことを誓った。1年目の目標をまずは1軍に出てヒットとか結果を残したいと話す。昨年は春の選抜高校野球出場、 U18 高校日本代表、侍ジャパンの一員としてワールドカップに出場、ドラフト1位指名と濃い1年だったと語ったが、今年はさらに濃い1年になることを期待したい。薄いアンナ、アナ薄い。